髪の毛描くのが好きなんですけど、単純作業なんでちょっと描いていくうちに心が無になるみたいな。まあゾーンってほどの楽しいというか、まあ結局最初の線を引くのが楽しいっていうところからずっと来てるので、出ちゃったものはもう可愛いんですけれども、とはいえ、同時に自分の中ではもうゴミみたいなだからフェイバリットって言われると、なんかかっこいい言い方をするとそれは次の絵にしたいなという